三上真一は日本の漫画編集者。小学館サンデー企画室室長。1980年代、サンデー編集部に在籍していた時代に、島本和彦や安永光一郎などの新人作家を担当し、サンデーの名物担当と呼ばれていた。2001年7月から2004年末まで、週刊少年サンデーの編集長を務めた。 1990年代の編集方針によって、渦漏れていた新人を主に連載させる一方で、高橋真を呼び寄せるなどした。一方、早手のごとく、結界師といった新人による人気連載を立ち上げている。2005年から休刊まで、週刊ヤングサンデーの編集長を務め、その後同誌の受け皿となった、ビッグコミックスピリッツ増刊 YS スペシャルにおいても、 最後まで編集長を務めた。週刊ヤングサンデー休刊と同時に、旧編集部が母体となって発足したサンデー企画室の室長に引き続き就任し、前述の YS スペシャルや週刊少年サンデー特別増刊、少年サンデー1983といった雑誌の編集などを行っている。週刊少年サンデー2009年29号にて、 週刊少年サンデーの思い出を漫画で語る特別企画マイスウィートサンデーにて島本和彦が登場し島本のデビュー当時の担当編集であった三上真一について語っている上記の理由もあり島本和彦の作品に登場することが多いありがとうございます